おお、緑いっぱい。もう最後かな、これで。全然来れなかったね。はい、今日から奥琵琶湖キャンプ場です。2泊3日の予定ですけどね。それでは、設営の方をしていきたいと思います。はい、今日はストームキング。一回入りましたけどね、駐車場で。っていうか、ガレージで。本番で一回貼ろうかなと思って今日は持ってきました。それでは、MSR のストームキング、貼っていきたいと思います。フックが、色分けされてるのでそれに合わせて、ポールを通していきます。結構ね、対角線上で五角形なんでめんどくさいんですよ。はい、大体こんな感じで貼れました。かっこいいね、やっぱり。めちゃめちゃかっこいいですね。よいしょ。さーてと、こんな感じですわ。まあ、前室がちょっとあるんで、ほとんどないですけどね。まあ、これで、やっていきたいと思います。では内装いきます。よいしょ。結構中は広いですからね。はい、それではね、大体できました。いやー、なかなか狭小スペースではないですけどね。よいしょ。とりあえず手持ちですんません。低いんでね、やっぱり MSR。 よいしょ。
まあ低いでもまあまあうんこのぐらい高さはありますけど、でもまあまあ普通の MSR よりはるかに広いですけどね。まあいいんじゃないでしょうかね。もう寝るだけやから。だいたいもうこっち側で設営はしましたからね。よし、はい、こんな感じでございます。うん、しっかりしてるよ、やっぱり。全然ポールの数がすごい多いからな。よいしょ、なら今日はこっち向いてここで焚き火をしたいと思います。さあ、まずはそこで休憩中。蚊取り線香いるから蚊取り線香一応焚いてますけどね。あ、そんな感じでございます。はい、それではね、チャイを作ってほしいっていうことだったので、チャイの動画見たいと思います。とりあえず、アッサムあったから買ってきました。これバラして、中入れたら多分いけるでしょう。アッサムティーじゃないとね、だいぶ薄いんですよね、味がね。なので、大体のものは揃えてきましたよ。これぐらいお水。100ぐらいかな。とりあえず沸くまで。よいしょ。よいしょ。まあ便利よこれは。はい、とりあえずこれで、お湯沸くまでしばしお待ちを。よいしょ。では紅茶の方を入れたいと思います。それではね、クローブを1、2、3
6個ぐらいかな。でカルダモン、3つぐらいかな。3つでいいかな。シナモン、よし、こんなもんかな。よし、はい、シナモンも入りました。あとはブラックペッパーホール、ね、5粒ぐらい、ちょっと多かったかな。よし、はい、ブラックペッパー、次生姜、ジンジャー、ポンポンって、よいしょ。であとはこれを煮出して、牛乳入れて、お砂糖を入れたら出来上がりと。牛乳入れまーす。よ、こんなもんかな。それではね、沸いたので、飲みたいと思います。手袋忘れたまあいろいろ忘れ物は出てくるよね。よし、よいしょ、こんな感じ。美味しそうやんか。まあまあ、うん、まだ飲めるからね。それでは、これ、いただきたいと思います。いただきます。うま。ああ、かなり香辛料が効いてるね。おいしい。2杯ぐらいあるから、ゆっくり飲める。あ、美味しい、美味しいよ、これ。あー、うめえ。やっぱクックスターでチャイはうまいね。ランタンつけてないからするかな。ろうそくはこんな感じですね。なかなかいい感じではありますけどね。キャンドル綺麗よね結構。一応あの、外の、虫の来ないやつ、ガスの、ランタンは持ってきましたけどね。基本 LED はこの時期はたかないんで、さあどこまで映るかな。なかなか雰囲気はいいでしょう。ここがいますけど。まあこんな感じでやっております。さあ、そしたらご飯の用意していきましょうか。もうええ加減時間ですからね。まあそんな感じですね。より先にご飯やつは。
はい、それではね、やっていきたいと思います。今日の忘れ物は手袋とネギ長ネギ忘れた家の冷蔵庫やなので代用で玉ねぎでやりたいと思います。それではね、玉ねぎ炒めていきたいと思います。これで、鶏のガラスープね。もう一つ忘れた。片栗忘れたからとろみがつかへん。どうしよう。片栗粉持ってくるの忘れた。マジかよ。結構忘れ物あるよな。シャンタンでもいいですけどね。逆光で見えんな。これで見える鶏のガラス、まあ、適量やね。よいしょ、こんな感じ。一緒このお玉使いやすいわ。はい、いい感じや。あ、いい、上出来上出来。よし。そしたらガラスープ入れます。鶏ガラスープ、よいしょ、入れて、こっからや。はい、それではね、豆板醤入れていきます。よいしょ。まあ2杯やね。ちょっと辛くする。よし、豆板醤。食べるラー油、美味しいのよ。具沢山で、なので必ずこのラー油を私は入れますけどね。これも2杯。よし、こんだけ入れば上等。で、甜麺醤が入ったら、お砂糖ね。よし、適量大さじ1ぐらいかな。ちょい塩コショウかな。でもそんなに入れる必要ないんだよね。これめっちゃ美味しい、この塩コショウ。真っ白なんですけどね。よし、今度十分。だいぶ濃い味になってるから。はい、それではお豆腐の方を入れていきたいと思います。しっかりした木綿豆腐やわ。おおお、よいしょ。はいよ。おい、うまそうでしょ。とっても熱いわ。ちょっと味見してみようか。十分でな。あ、美味しいわ。あ、辛っ。だいぶ辛いな、これ。豆板醤やっぱり一つでよかったかもしれない。だいぶ辛いぞ。あとはちょっと二択。はい、それではね、できたと思うので、あげたいと思います。さあ、美味しいよ、美味しそうよ。せーの、よいしょ。ちょっととろみがないけど。しゃあないや。忘れたもんは忘れたんやから。よっしゃ、ちょっとここちょっと。
どうよ、でも全然美味しそうでしょ、ほら。ではちょっといただきます。熱いぞ、でも辛いぞ。ではいただきます。うまっ、めっちゃうまい。甘辛ちょうどやね。うん、ちょうどや、量的にも美味しい。豆腐一丁食ったら腹膨れるわな。お腹いっぱい。すぐ腹減るけどな、豆腐は。はい、ごちそうさまでした。こんな感じ。これでいつも撮ってますけどね。ほら、開いて、開いて、ほら、開いて、はい、はい、寝ますよ。スペースでもないけど、広いっちゃ広い。はい、こんな感じでございます。ではおやすみなさい。お疲れ様でした。はい、おはようございます。さあ、それではどうしようかな、撤収していきたいと思います。いや、ワンコは朝からめっちゃ遊んでましたわ。はい、それではね、撤収していきます。いやいや、こんな感じですわ。のたれてるけど、よいしょ、よいしょ、はいよ。なんかこの形がかっこいいですよね。インナーのこのテントのこの形、なんとも言えない、めちゃめちゃかっこいい動物型でね、うん、いや、いいテントでございましたわ。ワンズも入っても大丈夫、全然大丈夫でしたね。
それではね、片付きましたので、積み込んで、次のマーク貼りたいと思います。では、お疲れ様でした。